お疲れ様です。お久しぶりです。最近調子どうよ？いや最近調子まあでも絶好調かなって感じですね。ベンチプレスもスクワットも重量上がってきてるんで。あ、そうなんだ。てか自分思ったんですけど、先輩ステロイド使ってますよね。ステロイド使ってるわけないじゃん。だって俺ナチュラルだし JBBF 出身だし、っていうか、まあそろそろ団体を変えようかなと考えてるんだけど、団体変えるからって言ってさ、別にあっちの団体行こうと思ったってさ、あっちの団体でみんな使うわけないしさ、まあ、確かに俺乳首立っちゃってるけどさ、こういうのも別に遺伝だからさ、別に乳首立つ人もみんなさ、ガイの言ってさ、なんかもうステロイド使ってるとかさ、言う人いるじゃん。そういうの俺あんまり良くないと思うんだよね。それ完全偏見だと思っててさ、でも偏見確かにわかるよ。俺ら乳首立ってガッ 使うとやっぱり立っちゃうし、でも俺ロイドレイジになってないじゃん。ロイドレイジになってないし、別にこれ確実に遺伝なわけだから、ロイドレイジもみんな思い込みなわけであって、ロイドレイジもともとそういう性格にしてるから DV っていうだけだからね。だからロイドレイジになってるからステロイド使ってるわけでもないし、別に俺ニキビ出てるわけでもないし、まあそもそもほらガイノでもさ、ナチュラルな人いるじゃん。ガイノってほら手術すれば治るじゃん。だからそれでも治る人いるわけだから、別にガイノになってる人ももしかしたらステロイド使ってることもあるし、ガイノになってないからステロイド使ってる可能性もあるから、別に俺使ってないし、まあ俺だいぶ体でかくなったけど、これは週14でトレーニングしてるから、週14のトレーニングするとめちゃくちゃ体でかくなるわけだし、食事も1日15食ぐらい取ってるから、15食取れば体も自然とでかくなってるから、全然ナチュラルだから、俺薬使ってるとかそんなんないから、薬で別に俺種類とか全く分かんないし、種類って言っても俺ステロイド、成長ホルモン、IGF-1、インスリンとかそんぐらいしか俺は分かんないから、全然詳しくないから、俺全くステロイド分かんないからごめんね。